てか多分最近に事故ったな。そんな感じがする。まあ別にいいけど。まあひどくなきゃいいけどね。なんか心配だもんね、事故ってね。他人事じゃないというか。詰めすぎだ。これで事故るって多分詰めすぎだと思うよ。俺やられたことあるから。絶対後ろのやつ当ててくると思ったの。案の定だったじゃん。死ぬ音だったよ、ね、これもう多分無理だなと思ったら案の定ズコってなった。これなかなかひどかったよ、ね、やりやがったって思ったもん。気持ちてりゃね。八王子西ってここだろ。あれ中央道だけかと思ったんだけど、どこなんだろう。その八王子西の方かもしれない、その事故ってる場所が。だから多分まっすぐじゃないんじゃないかなって気がするんだよね。中央道だと思う。県央道ではないと思う。まあまあやってくれましたねって感じ。心配なのが一つある。何？生理。あ、まあこれはもう不運だと思ってどうしようもないんで。血だらけになってたらどうしよう。まあしょうがない。まあ、気持ちよさそうに寝てんなポンチ。ただ俺マジでラテ飲んでてよかった。なかったら死んでたね。これ中央道でこってやっても出てこない。中央道の多分八王子ジャンクションの間だと思うんだよね。ここじゃないんじゃないかな。八王子、あーどうなんだ。あ、先あったっけ。帰るだけだからいいけど、これから例えばあっち行ってあの箱根で遊ぶとかだったらうわーってなるけどね。
帰るだけなんだよ、俺今日は。おー、楽しくして。目覚めちゃって、お酒で。あ、出口に出ようとする人たちか。右、左に向かわし。出ちゃうか、こっから。いい、出ちゃって。めんどくさいね。どっちも。出ちゃう。だから、ここはあの辺でしょ。キヌタシカのあの辺でしょ。なんさっき。あ、全然いいよ。じゃあ出ちゃうね。ちょっとこれはね。この情報も出てこない。じゃあ出ちゃいます。相模原インターチェンジ。よいしょ。じゃあ出ちゃいます。大丈夫だよ、後ろとか。大丈夫、大丈夫。道より左に行けってくる。見れば早いんだろうけど、早見表みたいなやつ。なんか急にマップかなんかでなんか設定してたよね。あるよ。渋滞状況みたいなやつ。